三菱電機 FA 機器製品をより簡単にご使用いただくための便利機能動画紹介。フローズでプログラムの流れを分かりやすく表示。 GXWorks3 で標準搭載されているデータフロー解析についてご紹介します。これまでラダーでプログラムを追跡する場合、クロスリファレンス機能の使用を推奨していました。クロスリファレンス機能では、指定したデバイス、ラベルがすべて表示され、プログラムのどの位置で使用されているかがわかります。しかし、異常動作などの原因追及を行う際には、そこからプログラムを遡るため、クロスリファレンス機能で指定したデバイスやラベルとの関係性がわからなくなることがありました。データフロー解析を使えば、ラダープログラムがフローズ形式で表示され、視覚的に解析が行えます。指定したデバイスやラベルとの関係性が常に表示されるため、例えば他社が作ったプログラムの解析にも効果が期待できます。フローを選択すると、どのようにつながっているかが一目でわかります。任意のデバイスをクリックすると、影響を受けるデバイスが確認できます。任意のデバイスに関わるプログラムを遡って表示するのではなく、デバイスの動作条件がフローズで展開されていくため、ステップが離れているデバイスやラベルの関係性を視覚的に確認でき、原因の究明に便利です。さらに確認したいデバイスやラベルをダブルクリックすれば、ラダー回路へジャンプして確認することができます。デバイスやラベルとコメントを同時に表示することも可能です。シーケンサに接続した状態でメニューバーのモニター開始をクリックすると、デバイスのモニター値も表示できます。視覚的にプログラム解析ができるデータフロー解析機能はとても便利な機能です。ぜひご活用ください。